はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、ユニバーサルスタジオジャパンのこちら新しいエリアですね、スーパーニンテンドーワールドにやってきました。今日はですね、このスーパーニンテンドーワールドのエリアの中で使えるパワーアップバンドというものをですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、バンドですね。今からこれを買いたいと思います。中にはね、いろんなギミックがあるんですけれども、そのギミックをですね、ここのバンドでね、楽しむことができますね。種類はこんだけあります。パワーアップバンドです。値段は3200円です。パワーアップバンドは後ろにバーコードがあって、 USJ の、ね、アプリと連動することができます。はい、今ね、これパワーアップバンド買いました。で、 USJ のアプリにですね、登録する場所があるので、早速今からやってみたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきます。バンド登録で、これで表示させます。はい、そうすると一応自分、あのヨッシー買ったので、ヨッシーのキャラクターのですね、ポーズ決められます。可愛いのでこれにしますね。あとこの背景もね、変えられます。でヨッシーっぽい緑でいきましょうか。はい、はい、もうこれだけで、ね、登録完了です。あとはいろんなところにギミックがありますので、そこでね、コインとかを、あとスタンプとかがあるんですけれども、それをね、集めていくっていうことですね。はい、こんな感じです。いろんなところにですね、こういうコインブロックとかがあるんですけれども、このですね、バンドをつけて叩くとですね、コインがゲットできるということですね。で、そのコインとかですね、あとスタンプとかを集めてですね、なんかランキングとかに参加できるというですね、かなり面白いギミックがたくさんあります。では実際にですね、このブロック叩いてみましょうか。叩いてみます。でここにもあったんで、やってみましょうか。おお、いいですね。で、このままですね、さっきのね、アプリをね、起動するわけですよ。そうすると分かります、さっきね、15枚しかなかったんですけど、今31枚に増えましたね。そしていつの間にかここのスタンプも増えてますね。こうやって見てみると、追加されたね、スタンプが見れます。どうやら合計で170種類あるみたいですね。これ集めるのは大変そうです。で、こうやってバンドのですね、チームがあるんですけれども、ちょっとヨッシーチーム負けてますね、だいぶやばい。デイジーめっちゃ人気ですな。こんな感じでね、コインをたくさん稼いでチーム形式でね、ランキング化されます。こんな感じで今日のランキングもね、表示されます。ジョマジさんはまだ33ポイントなので1963位ですかね。やば。アトラクションの中とかにもブロックがあるのでね、極力アトラクションにも乗った方がいいと思います。ではこれもやっていきます。ほらねいろんな種類のがありますね。こういうやつもありますね。何回もね、稼げるところがあります。6回ぐらいいけたかな。あ、もうダメだ。あ、もうダメですね。あら、あ、もうダメだ。はい、こんな感じで何回かね、稼げるところもあるみたいです。こちらですね、ヨッシーアドベンチャー乗りたいと思います。では今度はですね、このアトラクションの中にあるブロックでね、コインを稼いでみたいと思います。これはね、ヨッシーアドベンチャーっていうヨッシーに乗るですね、アトラクションですね。アトラクションの動画は別動画で投稿してますので、そちらをご覧いただければと思います。ありました、ヨッシーの卵のブロックですね。お、いけました。
こういうのもあります。おお、面白い。ヨッシーアドベンチャーに乗るとこの金のですね、卵のスタンプももらえるみたいです。では今度はですね、このマリオカートのですね、スタンプとコイン集めていきたいと思います。はい、マリオカート乗ってきました。いろいろねスタンプゲットできたのと、中でね120コインゲットすることができたので、それがね加算される感じですね。こんな感じでいろいろねスタンプが追加されてますよ。これはおそらく中で当てたキャラクターですかね。本当にねいろんなところにねパワーアップバンドのねギミックあるので、いろんなとこ探してみてください。ここはエレベーターのとこなんですけど、こんなとこにもありましたよ。わあ、階段の隣です。ピーチ姫、今ねキノピオカフェなんですが、その中にもねありますよ。2つ合わせんの、あ、どっちか選べってことね。いやー、そこはもう俺はねちっちゃい方ですよ。はい、あれ、あ、こういうブロックもあります。順番通りに叩けるとこっから音楽が鳴るみたいです。面白い。では次にこれやってみます。4つ同じのに合わせる感じです。コインだけじゃなくて、こういうねキーチャレンジって言って鍵をねゲットできるところがあるみたいですね。で鍵を3つ集めると向こう側にねベビークッパーのね場所があるんですけれども、そこにね挑戦がさらにできるということです。ここはねドッスンのキーチャレンジってところですね。画面のブロックの色を揃えるみたいですね。なかなか大変そうだ。なんかね青いブロックがあるんですけど、それをタッチして全部のねブロックを黄色にするっていう感じですね。無事成功しました。でここにいるクリボーを回して落とすってことですね。無事に落とすことができたらコインとかがゲットできるんだと思います。このでっかいパックンフラワーのもキーチャレンジですね。でここにねいっぱいねあの目覚まし時計があるんですけど、それをね鳴ってるやつを止めてパックンが起きないようにするってやつですね。でこれで3つのキーチャレンジクリアしてですね、でこのベビークッパの城にね挑戦できることになりましたので、で早速今からですね行ってみたいと思います。それでは挑戦してきます。どんなミッションなんでしょうね。ここにもありますね。やってみましょうか。おお、うわ、すごい。
中すごい。お、ゴールデンキノコ。無事ですね、クッパジュニア倒せました。コインも結構ゲットできましたよ。これね、結構疲れますよ。あの映像にね、ボム兵とかね、あとはパックンフラワーとか出てくるんですけど、それに向かってね、あのファイヤーをね、撃つみたいなやつ、めっちゃ大変でした。でもね、無事クリアできましたね。はい、ということで本日はですね、 USJ のスーパーニンテンドワールドのですね、こちらパワーアップバンドの使い方とですね、遊び方ご紹介させていただきました。これがあればですね、スーパーニンテンドワールド10倍楽しくね、遊べますから、ぜひ皆さんね、買ってみてください。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。